石破茂首相、自民総裁に対する反発が強まる中、高市早苗前経済安全保障担当相が反石破勢力の中心人物として浮上する可能性があります。15日に公示される衆院選に向けて、高市氏は自民党内からの応援演説依頼が殺到しており、全国を回りながら党内での基盤を強固にしようとしている模様です。高市氏に投票せずに助けだけ求めている議員に対して否定的なコメントが集まっています。石破に投票した議員には応援行かなくていいよね。そんな裏切り者たちには頼むべきじゃない。高市早苗さんは、自分に投票した議員の応援を優先すべきだと思う。外での応援演説は避けてほしい。危険だからね。石破を支持した議員が高市さんに応援依頼をするなんて、そんなことがあってはいけない。お互いに立場をはっきりさせるべきだよ。小泉に頼めば応援に来るんじゃない。それが彼の仕事だからね。裏切った議員たち、残念だったね。石破に投票した連中の応援なんかいらないよ。どうせまた裏切るんだから。高市さんには万全の警護と防弾対策をしてほしい。少しでも過剰なくらいがいい。石破に投票した議員のところには行かなくてもいいんじゃないかな。高市早苗さんへの支持がどんどん増えるなら、それは良いことだと思う。でも、先の総裁選でなぜ高市総理を誕生させようとしなかったのかと聞きたくなる。自民党の議員たちは自己中心的すぎるよ。どうせ石破に投票した議員が、応援は高市さんに頼むとか節操がないよね。そんな議員は落選すればいい。自民党で票を集められるのは高市さんしかいないよ。石破内閣なんて逆効果だよね。今年10月4日時点での衆議院議員の数は258人。そのほぼ半数から高市さんに応援依頼が来てるなんて、すごい超過密スケジュールだよね。健康と安全には気をつけてほしい。安倍派で石破に投票した議員、残念だったね。ご都合主義すぎるよ。なぜ総裁選で高市さんに入れなかったんだ。親だか師派だけを残したいけど、そう簡単にはいかないだろうね。石破じゃ落ちるぞ、笑い。反石破の議員は当然高市さんに応援を頼むだろうね。ポスターも2連で高市さんのものになるはずだし。そりゃそうだよね。高市さんの応援はありがたいよ。石破が来たら卵でも飛んでくるかもしれない。高市さんには期待してるけど、自民には投票しないな。でも与党が自民なら高市さんしか支持できないよ。石破に投票した議員はちゃんと区別して応援に行ってほしい。石破支持者や岸田派の議員たちの応援は避けた方がいいね。彼らはただ利用してるだけだよ。高市さんで自民党を浄化してほしいよ。石破に投票した議員たちは全員落ちてほしい。高市さんチームと安倍派議員は生き残ってほしいね。結果として高市さんにはいい流れになってるよね。石破を選んだ議員のセンスがないのは明らかだよ。石破派の議員が応援依頼をするなんて虫が良すぎるよね。高市さんが無理せず選ばれた候補者だけを応援に行くことを期待してるよ。国民が望んでいた高市政権誕生を阻止したくせに、今さら応援を頼むなんて遅いよ。自分に不利になるとすぐに高市さんにすり寄ってくる議員たちの中には、石破に投票した連中もいるだろうね。そんな節操のない議員は落選すべきだ。石破氏に投票した議員が突然高市さんを支持するなんて、そんな連中を信じていいのか心配だよ。高市さんの安全には万全の対策をしてほしい。裏切った議員や高市さんに投票しなかった議員たちが、まさか応援を頼むことはないよね。